今皆さんこんにちは、ゆうチャンネルです。今週末は、UMのレジデントパーティーセッションの15周年アニバーサリーウィーケンドになります。金曜日土曜日ともに、セッションになります。じゃあまず16日の金曜日の方から、紹介していきたいと思います。金曜日はこちらです。じゃらん、セッションUMプレゼンツ、ミュージックイッシュアンサーセッション 15th アニバーサリーフェーズ2デイ1です。ゲストなんですが、はい、こちらです。こちらです、先日発表されたばっかりの、レジェントアドバイザーという音楽メディアがあるんですけど、その、2016年の DJ ランキングトップ100に、見事今年ランクインした、ドイツのテクノ界の重鎮、クリス・リービングです。また今回なんですけど、この Music is the answer というプロモーターチーム、ニューヨークから来ているプロモーターチームなんですけど、音楽を通じて利益の一部を慈善団体に寄付するということを、慎重に活動しているプロモーターチームも、参加します。そしてこの日なんですけど、セッションの15周年記念 T シャツを販売します。こんな感じです。デザインは、60枚限定で、サイズも SML LL もあるのかな。詳しくはウェブの方で、デザインなんですけど、24時間テレビのチャリ T シャツを蜷川美香氏と制作したことでも知られる半田純也さんという方で、N ハリウッドの、デザインとかもしているデザイナーの方です。で、この売り上げの一部はミュージックイッシュアンサーを介して、寄付されます。一部は、はい。で、またこの日はさらに人気アパレル、シェルターという女性のアパレルなんですけど、この、サポートが入っていて、ドア料金で入場した、先着12名様、女性に限るんですけど、はシェルターの商品をなんとプレゼントします。さっきちょっと見たんですけど、バッグとか小物とか可愛いものばっかりで、しかもなんと1人当たり6400円相当と、結構いい感じのものがいただけると思うので、お早めにご来場ください。はい、そして続きまして土曜日いきます。土曜日はこちらです。セッション15周年 15th anniversary phase 2 day 2になります。この day 2はレジデントの、ヨシさんを筆頭に国内の、精鋭アーティストをピックアップしてます。テクノパーティーに、東京最長寿テクノパーティーリブートを主催している久平さんや、UMのテクノパーティーインテンション主催のドランケンコングさん、オトミュージックを共に主催する、ステファン K さんと DJ 高太郎 A さん、そして、先日行われたウルトラのレジスタンスステージに出演したオサム M さんがメインフロアに、登場します。ラウンジにもセッションにゆかりのあるアーティストがたくさん、登場するので、金曜日土曜日とも両日ともに、ぜひ楽しみに来てください。はい、ということで、今週末はセッションウィーケンドなので、皆さん連日セッションしに来てください。それでは今週末もお待ちしております。